どうも、らんまるぽむぽむであります。本日もこちら自衛隊東京地方協力本部様、また本部長に呼び出しをされてしまいました。突撃いやー、お邪魔します。ただいまより東京地方オリジナル缶バッジ贈呈式を実施いたします。東京地方のオリジナル缶バッジを本部長よりらんまるぽむぽむ様に贈呈いたします。はい、じゃあ贈呈いたします。陸海空と3つありますので、はい、お使いください。 ありがとうございます。陸です。陸、はい、次は海です。海、はい、空です。空、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがたく装備させていただきます。はい、装備してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。以上をもちまして、オリジナル缶バッジ贈呈式を終了いたします。引き続き写真撮影に移動いたしますので、旗の前に移動をお願いいたします。はい、どこにも桜井さんがいたみたいに、本当だったらでくらいくの、本当だったらでくらいくの、本当だったらでくらいくの。ありがとうございます。うわー、すごい。はい、表にも QR コードあり、はい、おなじみの QR コードです。で、これ作った目的なんですけど、はい、やっぱ自衛隊知らない人がたくさんいるんですよ。はい、あるそのアンケートによるとですね、国民の 10% は、まあ、自分の国は山、自分の手で守るんだという方が 10%、うん、で日本人の 40% 近い人が分からないと回答されてるんですね。そうすると、分からない方っていうのは多分その自衛隊のこととかをあまり理解されてないし、認知されてない層に認知をしてもらいたい。かといって自衛隊にすぐ入ってくれっていうことは私は言いません。したがってですね、見ての通り QR コードが入ってるんですね。その QR コードを通じていると我々のホームページに入ってこれて、自衛隊のことが分かるというようなまあ仕組みの缶バッジで、自衛隊のことを知ってほしいと、今その分からないと言われている人たちが少しでも自衛隊に関心を持ってもらう、分からないというところを少しでも減らしていく、なるべく知ってもらいたい、それをらんまるさんに託すわけです。なるほどですね。東京地方の広告塔ですよ。わっ、いやいや、ありがとう、大光栄です。バッグにつけたり、あるいは胸につけたりとやってもらって、はい、お会いした方にですね、はい、QR コードから入ってくれるように流してもらえば、はい、ありがたいです。じゃあこれをつけておけば、私と一緒に写真撮るぞってなった時に、写真撮ろうと思ってカメラ向けられたら、ね、撮る前に QR 読んじゃうっていう仕組みです。そうですね、それいいですね。ナイスアイデアですね。これでこう自衛隊が伸びてくれるように認知してもらえばですね、うん、私も嬉しい限りです。あ、今日はですね、特別があるんですよ、実は。特別が、特別があってですね、はい、
パスラが作ったオリジナル缶バッジなんです。すごいレアですね、これ。この前ゾウみたいって言われた。ゾウっぽくなりますね。ゾウっぽくなりますね。ゾウっぽく失礼いたしました。特別に作ったんですよ。特別に。これプレゼント企画で10個、これは視聴者の方にお渡し、プレゼントいただけると、うわー、ありがとうございます。まさかのサプライズ。こうやって自衛隊を認知してくれる方が増えると、はい、まあ何年か後には募集に跳ね返ってくるわけですよ。ああ、なるほど。本部長直々にプレゼントをいただきました。あとですね、許可していただければの話なんですが、蘭丸さんと一緒に舞台見に行かないかツアーみたいな、それを応募をかけて、しっかりそのツアーを組んで、その舞台検証する。わ、すごい貴重な機会を。それをちょっと計画をしたいなと。ぜひやらせていただきます。最初に行くのも、一番みんな気になってる舞台かもですね。我々自衛官だけのアテンドよりも、蘭丸さんがいらっしゃったら、多分安心されると思うんですよ。なるほど。なかなか外から見るだけじゃ、何やってんだろうと思ってる子もいっぱいいて、不安な子多いと思うんですよ。はい、なんかきつそうとか、なんかついていけるかなみたいな不安もある、ね、私だったらあるので。ね、毎年東京地方はですね、1万人、1万人がいろんな試験を受けるんですよ。で、合格して実質自衛隊に行くのが1000人程度なんですよ。10分の1なんですか？ 10 分の1ぐらいしか来ない。もちろん試験で落ちる人もいるんですけど、結局他の職業に流れていったり、自衛隊にやっぱり不安を持って他の会社に入ったり、あるいは警察さん、消防さんに行くと、という状況があるので、その方たちの不安を解消して、ぜひそこで安心感を与えて自衛隊に入ってもらうと。任務成功させたいと思います、はい、じゃあ近々しっかりとした任務を出しますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。駐屯地の中でご飯とかも食べれますから。わ、いいですね、それいいですね。剣持って、あ、立憲隊ですね。海軍で戦ってたじゃん。戦いました。けど負けてましたよ。いや、すごい、まあ、すごいんですやっぱ自衛隊にすごいですよ。これ調整も桜がやりますから。好評であれば陸海空とですね、3つ、桜が企画しますから。桜ちゃんお願いします。本部長が言うとですね、皆さん仕事増えるかな。今すごい仕事増えましたよ。20個ぐらい増えました。そうですね、増えましたね。増えましたよ。女の見る目が冷たいような気がする。